こんにちは、タコです。ツイッターで募集している第4弾、リスナーさんのクリエイティブコースやってみた。やっていきます。まず、1個目は、からまりさんのステージですね。やっていきましょう。ロジックタイムということで。いや、すごい。めっちゃ映える感じのステージですね。楽しみ。よいしょ。こんな感じでいいのかな？めっちゃすごい。綺麗だね。めっちゃ映えスポットって感じですね。なんか写真撮影のスポットもあるみたいなね、こと言ってて。いいですね。いや、大ファンの、これ結構やばいんだよな。オッケーオッケー。いや、大ファンのステージをモチーフにした感じかな。で、横のファンもあるね。で、ここから、どういうルートがいいかな。真ん中行ってみますかね。ちょっと跳ねるんだよね、これ。で、よいしょ。これ回るよね。オッケーオッケーオッケー。あ、ちょっと待って。これで、ちょっと距離あるんで。まあまあまあ、リスポーンは取れましたね。中間ポイント取って、ここペチペチして。オッケー。いや、こっからすごいな。ジャンプダイブで、ここ渡って、で、次こっち行きます。ジャンプダイブで越えて、いや、いいですね。なかなか。やばい。起きた。ナイス。これはいけそう。最後フリッパーに飛んで、向こう行くんかな？ここから飛んでいきます。OK。で、この次は奥にあるビューンブラスターを使ってゴール入っていく感じですかね。よし、じゃあ行きましょう。あ、ちょっと待ってね。周期が悪い。これでゴールかな。ナイスということで。ありがとうございました。続いては、低い鳥さんが作ったマリオ 3D ランド S8 王冠ステージを再現したということでやっていきましょう。自分ちょっとやったことないからわかんないんだけど、知ってる方いらっしゃいますか？再現されてるらしいんですけど、面白いっすね。いや、すごい。多分知ってるからしたら、うわ、めちゃくちゃすごいってなるんだろうな。ということでやっていきまーす。ちょっと後で調べようかな。どんな感じなのか。いや、どっちから行くのがいいんだ？こっちは、行けないね。ビューンブラスターを使って、上に行く感じですかね。よいしょ。こっちで OK。OK だね。で、今度はゆっくりな、ローラーをしっかり避けて、行く感じですかね。ナイス。いや、すごいね。ちょっと再現されているか、確認します。で、今度は、普通にこっち通ればいいんかな？よし、登ってみましょう。あれ、掴めなかった。で、登って最後、ギリギリジャンプダイブで入る感じかな？ですかね。ありがとうございました。ちょっと後で調べてみます。続いてはシーアランドさんが作ったハードガイズということでやっていきます。なんかめちゃくちゃ難しく作ったって言ってましたね。楽しみですね。クリア困難なステージ作りましたって言ってますね。さあ、やっていきましょう。風使っていく感じかな？超えちゃうんだけど。いや、こっちまで行けそう。正規ルートじゃないか。そしてリスポーンが長い。全然リスポーンしないじゃん。長。めっちゃ長い。まず、あそこにジャンプだけで飛んでって感じか。長い。落ちるとめちゃくちゃ長い。長いな。本当に長い。ちょっと待ってね。最初竜巻トライアルみたいな感じだよね。で、次は向こうに行く感じかな、正規ルートは。なんか風に当たらない。ちょっと待ってね。ほっ。いや、行き過ぎ。ジャンプしなく、ダイブしなくていいかな。ちょっとね、ダイブしないで行こうかな。最初、タイミングが良さそう。OK。で、この後、ファンのタイミングを見て、行く感じかな。いや、行き過ぎだな、ちょっと。
でもだいぶしないと過ぎちゃいそうなんだよね。最初からなんだろう、風に抗うスティック入力をしながら飛んでいく感じかな。よいしょ。で今度抗いすぎると落ちるんか。ちょっとこの落下が長いのが辛いな。それほど高低差があるステージってことですよね。オッケー。でその次に、ああこんな感じか。で次に大ファンを使う感じかな。待ってね、ゆっくり行こう。いやこのままこう行っても全然ありだな。でその後ビューンブラスターで行く感じかな。オッケー。よいしょ、いい感じいい感じ。で次もビューンブラスターで飛んで、よいしょ、いい感じですね。で次もビューンブラスター。いやーそこやばいわ、リスポーンがないのが辛いね。ちょっと待って、やばいわこれ、やばいわ。でも一個ごとに隙間があるのはありがたい。あぶねー、時間足りないんじゃないこれ。どのぐらい長い。いってこれめっちゃおもろいな。いやおもろいおもろい。でこのパンチングどこに行くか、ちょっと真上に打ち上げられてみるか一回。方向が分かんないから。いやそっち、危ねえ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 。よく反応できた、ナイスすぎる、ナイス。ちょ、長年培われたキャラコンが役に立ったかもしれない。やばい時間ないな、時間ない時間ない。慎重に、慎重だけど急がないと。いやー間に合わないなこれ。いけ、ナイス。今度どっちだ。いやー違う、いやー間に合わないか、違う、こっちか。いやーゴールどこ。いやまだあるんか、長めちゃめちゃむずい。しかも下のナイトフィーバー的なのもある。よし、戻ってきました。さあ、ここ、開くかどうか。開かない。ライブで行くとでも戻されるのが唯一の救い。オッケーオッケーオッケー。こちらね、今度は。で、次は？いやー、マジか。戻されるんか。今度は、外すと、やばいな。でも、ライブで突っ込めばワンチャン戻るか。さあ戻ってきましたいやー2回目でクリアしたい。開け、あオッケーオッケー。でも戻るね。オッケー、あぶね、集中集中。いやーなんでだよあでも届くわ、届く届く。やばい時間がない、ワンチャンある、ワンチャン、ワンチャン。これでゴールか、どうだ。え？これで？どこ行く？いや、どう行くねん。くっそー。ちょっと2回目じゃクリアできない。ということで、戻ってきました。多分ね、思うんだけど、最後、あそこに乗るんだよね。一回、パンの上に乗って、で、そのまま、こう行くんだよね。ナイス、ゴール。3回目の、チャレンジでクリアですね。ありがとうございました。はい、続いては炭酸苦手な人さんが作った鬼畜コースもどきということでやってきます。結構こちらも難しいステージなんかなんですね。見た感じやばいわ。多分距離感が違って端から行かないと届かない仕様になってますね、おそらく。よいしょ、こんな感じだね。
あ、楽しい楽しい。いいっすね。いいステージだ。マジか。むずいな。非常に難しいステージだ。最初からやばいな。いや、むずい。角から飛んでいかないと届かないね。OK。OK。OK。届け。OK、ナイス。届け。OK。中間ポイント取って。いやー、でもおもろいな。よいしょ。いいっすね。これは、ジャンプダイブで届く。ここも、ジャンプダイブで。いやー、むずい。結構今のはギリジャンし、かなりのギリジャンでいかないと、届かないかな。ちょっとせっかちだったね、今。落ち着いて、こう。いやー、トランポリン、なんか判定むずいっすね。大ジャンプできなくなって。判定がシビアになった気がするが、ギリギリで飛んだらいけた。ここ合ってるよね。ギリギリで。ボブ。いや、むずい。ここがむずいわ。届くんかな?いやー、でも、ここが一番最短距離よな。あ、オッケーオッケー。角から角に飛んだ結果、いけましたね。今度はドアダッシュみたいのがあるけど。これ届くの?あ、雲行くんか。なるほどね。雲に飛びます。いやー、滑る。難しいな、このステージも。よいしょ。OK。角から角に飛ぶ。OK。ここは単純。飛ぶ。飛ぶ。いやー、ちょっと引っかかった。飛ぶ。よいしょ。いや、ここ鬼畜だな、ちょっと。雲が。雲の判定がシビアすぎる。で、角から角に飛ぶ。いやー、沼り散らかしてるな。ウォールがあそこでしょ?いやー、きついな。初見は無理か、このステージも。ちょっと、難しいっすね、このステージ。この雲が厄介すぎる。飛ぶ。いやー、滑るよね。あそこがやばいわ。雲が全然届かん。めちゃくちゃ跳ねるしな。これこっちから普通に行った方がいいんかな。あ、その方がいいな。いやー、でもシビアだな。滑るしな、めちゃくちゃ。まあでも、普通に、ドアダッシュの、パネルの使うよりは、普通に角に行って飛んだ方がいいね。ちょっとやり直すか。はい、戻ってきました。テイク2ですね。ということで、ここの、雲は、こういった方がいいっすよね、絶対。よし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 、オッケーオッケー。めちゃくちゃ跳ねるが、ここも、角ジャンで。じゃあ、いける、ナイス。綺麗すぎる。ナイス。素晴らしい、これは。ここはね、得意になったんで、結構ね、みんな、ここ使う人多いから。で、その後?その後?こっちか。よいしょ。ナイス。一個一個、ちゃんとゆっくり行こう。ナイス。オッケー。もう一個行って届く。オッケー。ナイス。いや、最後が、え、最後、なるほどね。このひし形、やばいな、ここ。え、届く?ここ届かないもんな。そうだな。やっぱ最後は、このひし形行かなきゃいけないんだな。ギリ。いや、ギリ届かん。むず。ここも、でもギリジャンの原理だよな。ギリジャン。これクリアしたん。結構位置高くないっすか。やばいなぁ、沼るなぁ、ここ。ただまだあと2分あるから、ちょっと2分チャレンジできるのはありがたい。いや、届かん。
届か、ウォールガイズのあの2段目の床をギリジャンでギリジャンプダイブで行く感じなんかな。そういう原理な気がする。いやー、いや、ここ行けるんか、めちゃくちゃむずいぞ。跳ねないしな。いや、でもひし形のところ行くんだよな。行け、よし、行けた、ナイス。あ、違うよ、ゴールまで行こうとしちゃったんだけど、違う、一個あの高台のところ行くんだよ。うわ、ちょっとおバカさんすぎる、もったいね。こうだね、そう、真横に行けば行ける。あ、オッケーですね、ナイス。難しかった、初2回目でクリアですね。はい、続いてはマキさんが作ったステージやっていきます。ステージ1ですね。映えスポットプラス簡単なコースということでやっていきます。いや、でも結構ギミックもりもりで楽しそうなステージですね。端から行くか。このスライダーが今シーズンめちゃくちゃ楽しいからありがたい。やばい、こけた。これでも2箇所ありますね。どっちから行こうかな。風で行くか。いや、ちょっと難しい方行きます。フルーツパニック。結構こういうステージ、あの撮影会とかいいかもしれないですね。ノーフルパニ。いや、でも鬼畜なのが飛んでくるぞ。この大砲がやばい、めちゃくちゃ速い。こっちはボールが飛んできて、向こうはフルーツが飛んできますね。やば、ゴールに入ってますね。よいしょ、ありがとうございました。イカホールンガイさんが作ったギミックパーティーやっていきます。結構ギミックがモリモリなステージなんですかね。やっていきましょう。最初風踏んで、でその後このリリーパッド逆側に向いてるが届くんですかね。ギリギリ届きそうだ。 OK で、スライディングして、おもろいな。いや、でもちょっと体幹崩れてるが、ジャンプしていく感じかな。ちょっと届かんな。 OK これで届きますね。でナイトフィーバーの床のギミックをローラーで避けて、これ端だと当たらない仕様だよね。そうだよね、ナイス。で越えて、いや、でも面白いですね。でこれでやばいな、ちょっと待ってね。最後リリーパッドでゴールまで行く感じかな。 OK で中間取って、で最後スライディングしてゴールかな。ナイス、ありがとうございました。はい、続いてはコケモケさんの作った風に乗ってというステージをやっていきたいと思います。試しに作ってみましたということでね、遊んでいきます。最初は加速できるステージなんだ、楽しいね。回転してここでいいのかな。まずここ順番に行こうと思ったけど、ちょっと一個一個ゆっくり行こう。いや、ダメか、ジョビンブラスターの周期がちょっと一個一個と落ち着いていきます。なんか着地した。うっ、でこっちに行って、うわ、めっちゃ飛ぶ。 OK こっからどう行くんだ。でも真ん中ちょっと事故りそうなんで端から行きます。でこの後見た感じリリーパッドの方に行くのかな。いや、届かない。いや、あそこ届かないよな。え、こっから中間あった気がする。ありますね、中間取って、まあんまり変わらないよな。で、一個一個行って、ここ飛ばせるか。あ、ここ結構跳ねるんですね。いやー、やらかした。いや、難しくないって書いてあったけど、難しいんですけど。普通に難しいんだが。ちょっとせっかちさんだな。それはせっかちさん。ち、一個一個。え、挟まれた。いいけど落ちない。オッケー。ちょっとゆっくり行こう、ゆっくり。いや、ここもめっちゃ跳ねるんだ。3つ目ぐらいから
一番威力の強いハンマー設置されてるって感じかな。で、ここどう行くの？いやー怖い。ワンミスが許されない。オッケー、オッケー、よし、よし。これで、リスポーン取れた。いや、難しいかなって思ったけど、意外といける。で、これは？え、どういうこと？あー、ギリギリでジャンプしなきゃダメか。足場がなくなる寸前で。足場がなくなる寸前で、ジャンプ。ジャンプ出なかった。あ、届いた、でも。ナイス。で、こっち行けばいいかな。で、ここで中間取って、めちゃめちゃ面白いぞ、このステージ。果たして時間は足りるのか。うわ、すごい。早すぎる。で、ここスライディングするんかな。うわぁ、もうちょっと、上の方行かないと、滑るな。ちょっと奥に着地しよう。ちゃんと。いや、でも足りない。ちょっと待ってね。ちょっと、調整する。いやぁ、落ち着いていった方がいいね。意外と、ダイブしない方が、ダイブしないで、最初調整してからダイブするのがいいかも。で、立って、そう、こうやって立って、いやー、これ、無理かな。いや、ギリギリいけてるが、ちょっと待って、ジャンプで、いやー、無理。いやー、届かん。難しいぞ、このステージ。時間間に合うか？間に合わないかも。調整して、三つ目からは勢いよく行こうかな。いやー、むずい。やり直します。はい、戻ってきました。ということで、ここからやっていきます。こっからどう行けばいいんだ。上登って、わかったかもしれない。こうだ。多分。いや、届かないか。いや、でもそんな感じだよな、おそらく。あれをやって、2個目ので、1回ジャンプして着地してみるか。そうすれば多分いける。多分、2個目のが、なんか罠な気がする、すごく。で、端から。え、さっき届いたよね。今、勢いが足りなかったよね。もうちょっと中盤から、滑ってみるか。中盤から滑ってみて、いく感じかな。このぐらいから。ちょっと待って。いやー、いける。多分いける。やり直します。よし、戻ってきました。テイク3ですね。3回目のチャレンジ、やっていきます。いやー、届かんか、ギリギリ。はい、ということで、テイク4ですね。4回目のチャレンジですね。見つけよう。ここ。オッケー。届け。ちょっと待って。どうやっていくの？いくらなんでも届かないでしょ。あそこから。あの後もう一個リリーパッドあったんかな？ちょっとしっかり、見るか。ちょっと向こうのステージしっかり。え、ないよね。一個しかないんだけど、届くんすか？これ果たして届くんすか？かれこれ7回ぐらいやって、やり方わかりました。普通に行くらしい。こんな感じで。普通に行ったらさっきできたんだよな。ただ、ミスっていく。トランポリンね、難しい。非常に踏むのが。タイミングがやばい。もうそのまま行くらしい、こんな感じで。いける、いけないか。
いけ、よっしゃー、やっとクリアできたということで、本日は、第4弾リスナーさんの作ったステージやってみました。ちょっとやり方ミスってたっていうのもあるんですけど、最後大沼りして申し訳ございませんでした。今までで一番個人的には、まあ、頭が悪かったからあれだけど、かれこれ9回ぐらいやりましたね。ということでね、ツイッターでまだまだ応募、募集しておりますので、よかったらね、固定ツイートのリプまで、コードお貼りください。それでは、ありがとうございました。バイバイ。